で、もう一回ですね。まあ、そうは言っても、イノベーション教育に、ちゃんと立ち向かおうと思って、一生懸命ですね、大学院、2008年に、こういうシステム思考、デザイン思考を受ける大学院に行きましたので、それに派生されて、頑張ろうと思ってやってたんですね。教科書も書きました。これ、教授なんですけど、後でご覧いただくと、もし興味があったら、一回の図書館に行ってみてるっていうの、バスの図書館でも、本が一冊入れてあるので、もしよかったらご覧いただくと、そう、もし、無料なんですよ。面白い教科書なんですよ。絵本風にシステム思考、デザイン思考の、技法が全部学べるっていう本なんで、おすすめです。もしよかったらですけど、で、まあ、そんな良かったんですよ。まあ、出来上がったばっかりの慶応の SBM って大学院で、まあ、結構優秀な人たちで、一生懸命こう、いろんなことを教えると、まあ、働く前にこう、覚えてください。バリバリ使います。で、じゃあ、社会変わんねと思ったんだけど、全然変わらないんです。なんで社会変わらないんだろう。これ全然変わらないじゃん、思うんですね。でもね、当たり前だったんですよ。上から目線だった。私。なぜかっていうと、一生懸命イノベーションの技法でとかね、システム思考とかデザイン思考とかしてても、結局、説教してるだけだから、教壇の上に。心に火がついてないんですね。それを勉強するんですね。で、それがハッと気づいたのは、長野県の小布施っていうところに行きまして、こう、古民家で対話会ってやつだったっていうの。で、それがあって、その、まあ、OIC とオーセンキュベーションみたいなことってやつの0期と1期ってもね、伝わっていて、それでこう、対話をずっとしていく、自分が変えたいっていう、自分事として何かをしたいっていうのが湧いてくるんですね。で、それにイノベーションの技法っていうのを一緒に2つ教えると、直ちにブワーッと心に火がついて、変わりたいって、やりたいって心に火がついて、なんか結構自分でいろんなアイデアが出てくるんですね。こういうビジネスやりたい。やっぱり自分で何かを心を開いて変わらないと、やっぱりイノベーションが起こらないんだなと、猛烈に反応して、これが実は2回目のさせてもらいます。やっぱりこういうことなんですね。北風で、ではダメで、太陽が心で、人様の心を温かくして変えていかないと、イノベーションなんか絶対起こらないなと思います。で、その頃に、こういうシステム思考とかデザインスコを使って、みんながハッピーになる、幸せなようなことが、なんかできたらいいなっていうのは、私のこの広島に来た結果、きっかけの一つなんですね。で、これですね。なので、対話と競争っていうのがテーマなんですけど、自分事として社会を学んでいく何かできるんじゃないかと思いまして、共感してきてくださった方とともに、そのウェルビーイングならデザインっていうのを実践することにしましたっていうのが私のストーリーなんです。で、まあ、その前から2010年ぐらいから5年間ぐらいこういうワークショップってずっと全国をデザインプラマーってやってたんですけども、まあ、いろんな方とお会いしました。で、その中でやっぱ気がついたのは、まあ、広島もそうなんですけども、こう、前向きにこう、地域で何かを変えたいっていう、こう、熱い心を持っている人結構いるんですよ。で、それでなんでその社会変わらないかっていうと、周りがこういう、こいそい、黒い人だ。こう、現状を変えたくない人ね。で、攻撃、冷たい笑い、それから無関心、無視みたいな。で、これで心が折れちゃっても、こうしたら火が燃えなくなるので、地域に応援するここはなくて。でも、これはひょっとしたら当たり前かもしれない。で、地域に100人の人がいたらっていう、その、イノベーションの普及の理論っていうのも、ロジャーっていう人がずっと前から研究してます。もう70年前から研究してますけど、100人並んでたら、こういう前向きに何かやりたいってイノベーターとかいう人、あるいはその、それに飛びついてくれて、頑張って、私たちもやりますから一緒にっていうことを言ってくるアーリーアダプターっていう人が、実は、100人だと16人でしょ。あとの84人って、こういう人たちなんで、まあ、それは悪いことじゃないんですよ。それは変わらないんですよ。そう、そういうものなんです。なので、今、日本はどうなってるかというと、それぞれのこの地域にこう箱がありまして、で、その箱の中がこういうその100分の16ってなります。なので、広島とか岡山とか大阪とか、みんなこうキューってこの100分の16の人が、苦しい思いするんですね。変えたい、幸せになりたいと思ってるのに、それはなんか残りの80の人で、いいよ、今でいいよって言ってるので、変わらないんですよ。で、私がなんで全国グループに回ってたかっていうと、この人たちに、頑張って、一緒にワークショップしましょう。で、半年間頑張ってください。また半年間に戻ってきますから、それまで心折り入れてくださいって言って、また帰る。そういう生活。で、それを、
こういう100分の16の人たちをみんな日本でつなげていくと、これ何か新しい枠が生まれるだろうと思って、くるくる回ってたんです。で、これは後から知ったんですけど、ソーシャルインパクトっていう言葉なんです。社会にこう、インパクトがある。で、これをやってたんですね。で、そんなことを考えていると、やっぱり、ここはもうすごく心理的に安全な場なので、何人言っても全部怒られませんし、言いたいことを言える場なんですけども、そういう、そう、3人よれば、こう、繋がる、種火が燃える火になる、安心して、こう、火が燃やせる場っていうのを作るっていうのが、多分、地域で仕事を作っていく一つの方法なんだろうなって、いうふうに思ったので、こういう、実際の内地校で、幸せを取り戻そうというふうにやってます。で、そんなことを考えていくんですね。これまで1回の図書空間 2.0 で、今展示中なんですけども、結局、その、なんつうんですかね、この、幸せのためにシステムデザイン思考で、こう、何かを出たりしていくっていうのは、この、石の分布の話かなぁ、なんて思うんですけど、皆さん、石の分布の話って読んでるか、ポルトガルの国側が元らしいんですけども、これは元々お腹を空かせていた、3人の旅人が、これはバージョンがあって、なんか、兵隊さんだったり、お坊さんだったり、狼さんだったり、いろんな場所なんですけど、それを歩いてます。食べ物もないし、焚き火もないし、マッチもないし、お腹空いてから何か食べたいけど、村人たちが一番だから眠れない。で、一計を案じて、これから石でスープを作りますよ。で、みんな人に持ってきてください。なんで石なんか作れるから。いや、作ってみせますよ。でも、石とスープっていうのは、すごく貴重だから、焚き火を持ってきてくれるともっと良くなる。じゃあ、マッチで火を起こしてもっと良くなります。お鍋貸してくれたらもっと良くなります。で、みんな面白そうだね。わーって言ってきて、で、やがてお湯が沸き始めて、塩入れたらもっと良くなります。で、野菜持ってきたらもっと良くなります。で、どん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 みんなをこう巻き込んでいって、材料を入れてもらう。そしたら、やがてこう、ごっでいいスープですから、すごく美味しい匂いが立ち込んで、なんか美味しい匂いがするぞって、もうワッツンとみんな来て巻き込んでて、じゃあ、肉持ってください。ハム持ってください。で、結局、新しい、この競争の料理が料理によって出てきて、配る人が広がるっていう。多分、地域で、イノベーションを起こして、幸せなことを実現していくことっていう、この一番スープモデルなんだと思うんですね。この話を実は、この間、あるところで話をしていたら、下の図書空間 2.0 っていう人たちが、まさにこのコンセプトをやってらしくて、その街の空間。で、偶然ですね、っていう話になって、今日そこにコラボして、チラシを置かせていただいてますけれども、実はこれ、石のスープで幸せになろうっていう、それ今日デザインの話なんですね。さて、この間やりましたよね。自分がウェルビーングであって初めて人様のウェルビーングをサポートできて、自分のウェルビーングと人様のウェルビーングは対話と音楽にぐるぐる回ってますよって話を第1回もしたと思うんですけども、今日はですね、これをやってみようと思います。幸せに一番近い土地、広島のイノベーションデザインとして、システム思考、デザイン思考のワークショップでウェルビングを高める、仮想するってをやってみたいと思います。まあ、ちょっと本気で思ってるんですよ。広島って一番ウェルビーングに近い土地なんで。でも、その、100分の16の人たちはここにいるけど、あとの80の人たちにそれを説明できるかどうかは自信がないので、今日、こういうシステム思考、デザイン思考をやってみて、それはちゃんと他の人も説明できるようにするっていうのが、今日の私のミッションになります。はい、ということで、ワークショップなんですけども、今日のワークショップに用いる方法は、ソーシャルシステムデザインという方法なんです。まず、ソーシャルっていうのは、チームを作るっていうことなんですね。ソーシャルっていうのは、その、集団の塊なので、今日集まっていただいて、提供させていただいているのは、チームになりますっていう話です。ということで、今日もワークショップしますけども、一つだけプランドルールがありまして、どんな作業をしていただいてもいいんですけども、わーっとこう、バカそうなことになるので、私が右手を挙げましたら、どんな作業をしていても、やめていただいて、私にもいただけますでしょうか。よろしいですかね。どんな作業をしていても、私が右手を挙げましたら、その作業を見ていただいて、私の方を見ていただいてもよろしいですかね。じゃちょっと練習してみましょうか。はい。あ、違った。左手でしたね。失礼しました。こっちです。右手の方です。こっちがやったら、作業をやめて。ありがとうございます。まず一つ、最初にやりたいのですね。これ、まあ、授業でも、講座公開講座なんですけど、この場ではですね、安井さん、佐藤さんとか呼び合いません。この呼ばれたい名前で呼び合います。ですので、申し訳ません。ポストイットが配ってあると思いますので、今日、この、公開講座ワークショップ中で呼ばれたい名前を自分で書いて、ここに立ち置いていただけませんでしょうか。どういう名前でもいいですよ。キャサリンでもいいし、
全部やるんですし、ジェリーでもなんでもいいんですけど、今日、気分があって、私この名前を呼ばれたいんですっていう、それをちょっとこうストイックに書いて貼っていただけますでしょうか。じゃあお願いします。じゃあ行きますよ、進みますよ。これです。最初に言いたいのはこれ、チームの中、この島で育っているチームの中で、一致するもの探しっていうのをやっていただきたいんですね。今日、飾っていただいている方はもう、ね、目的も違うし、ね、生きたとこも違うし、考え方もバラバラです。でもなんか一致するところがあるはずです。例えば全員ラーメン好きとか、あるいは全員身長170センチ以上とか、全員カープファン、いろいろあると思うんですけど、それをできるだけ探していただけますでしょうか。で、それをちょっと書き出しておいていただけると嬉しいんです。で、先回りして作業を説明すると、ユニークな一致点を一つだけ挙げていただいて、これですね、その一致するものを探し、ユニークなものを一つ選んでいただいたら、それがチーム名です。ということで、ここまでですね。じゃあ最初やりたいのは、チームの中で一致するもの探しをやりたいです。あの時計でですね、今6時48分なので、5分ぐらいやってみましょうか。6時53分まで、一致するもの探しをやりたいと思います。はい、どうぞ始めてください。どうぞ。はい、53分になりましたので、じゃあ一致するものがもしあったら、その中で一つだけ選んでいただいて、チーム名にしてくださいまで。で、そのチーム名は、この A4 の紙を配っているので、ここにちょっと大きめに書いていただいていいですか、ね、言ってればバッと開けますんですよ。2分後に。はい、じゃあお願いします。はい、全員チーム、チーム名書けたようですので、ちょっと皆さん周りに見えるように、その中が一人で結構なので、バーって開けてみてみますから。じゃあ、はい、どうぞ、開けてください。はい、こちら行きましょう。こちら、チーム、二度目上等。チーム、長男長女。こちら、海外旅行プライベート一桁。で、こちらがチームアラフィフ。こちらチームウォーター。で、こちらチームブラック。で、こちらチーム正直。で、こちらチーム豚骨ラーメンです。はい、見て考えておめでとうございます。ユニークなものが決まりました。ありがとうございます。すごいですね。楽しみですね。これチームビルディング知ってまして、チームっていうのは共通の目的があって、まあ、でも、ここに来た会見も全然違うんだけど、まあ、仮ともにこの2時間、共通の目的を持ってやりましょうっていうのがチームなんですけど、それを作るのをチームビルディングって言ってます。で、なんでチームビルディングをするかっていうと、チームの業績、パフォーマンスっていうのは、このメンバーの中の関係性が良ければいいのが分かるんですよ。なので、こうやってわきあいあいとお話しいただいて、こう楽しい雰囲気だったじゃないですか。ね、笑いも出て。そういうふうにしていくことが、チームの関係性を上げる。チームの関係性が上がれば、チームのパフォーマンスも上がるっていう、そういう関係にあります。で、私みたいな役割のことをファシリテーターと言ってまして、みんなを温めるっていう役です。で、ご存知の方でも結構多いと思うんですけども、ファシリテーターの役割ってみんなをぐいぐい引っ張っていくことではなくて、座敷わらしのように皆さんをお立ち台するっていうのが、みんな皆さん盛り上がった時に消えてるっていうのは、私は理想の。ファシリテーターだと思ってますので、今日もどっかで消えるかもしれませんので、あとはよろしくお願いします。では、冗談です。はい。アイスブレイクですね。最初やっていただいたのは、皆さんちょっとこう緊張してみられたと思うんですけど、今日。それをこうほぐしていく、氷を割るっていうアイスブレイクっていうのをやっていただきます。さて、こういう形態の学習方法は、ワークショップと呼ばれています。もともとはですね、大学で立ってやっていたのは一方的な座学ではなくて、双方向の学びですね。これがワークショップの定義なんですけども、背景にはクルトレビンの場の理論ですね。あとはエンカウンターグループみたいなのがあるんですが、ブランドデザインとして4つのこういうの、たもり働くとか、即興性だとか、体を動かすとか、自分が何か動かしている感覚みたいな、こういう自己原因性だとか、4つぐらいの要素が入ったワークショップ、いいワークショップだよって言われています。で、学問的な背景は経験学習と呼ばれるものです。経験学習は何かっていうと、自分が経験したことを、知識、慣れずに変えていくという方法なんでして、ジョン・ルイとか、クルト・レヴィンとか、ジョン・ピアゼっていうのを、体験学習を、3人の、偉大な先達がいるんですが、その人たちからこのワークショップというのができたと言われています。だからそれは経験学習のサイクルなんですけど、何か具体的に経験します。それをこれはどうしてこういう経過をしたんだろうって、いわゆる熟慮的観察っていうふうに言うんですけど、その熟慮的観察ができたら、それを抽象的な概念に上げていきます。
で、それをまた現実に当ててみて、何かを学んで、具体的に戻るという。まあ、例えばなんですけども、まあ、広島私行った時に、お昼に、お好み焼き定食くださいって言ったら、ご飯も一緒にもついてないんで、お好み焼きがボーンと出てきて、すごいびっくりしました。皆さん知ってました？広島以外の土地では、お好み焼き定食というと、ご飯と味噌汁と、小鉢が作りついてて、で、ちょっと、お好み焼きって言ったら、3分の1枚とか、半分とかなんですよ。え、お好み焼き1枚出てきて、これ定食なんですか？って聞いたことがあって、そしたら、果てなーって、このお店の方が、なんか、異星人が来たみたいな、そういう感じで、取らないでしょ。そう、私は観察するわけです。ね、具体的に言うと。お好み焼きが丸ごと1枚、ドン。で、これは何だって思うんですね。で、立地区上的に観察します。みんなもなんかお好み焼き1枚食べてる。で、抽象的に概念化します。お好み焼き定食in広島は、1枚のことだったんじゃ、っていうのをラベリングする。そうすると、次の店でやってみよう。お好み焼き定食1つ、したらまた1枚と思ってる。やっぱりそうなんだ。そうか。と言って、じゃあ次は肉玉というものを、いろいろとこう、くるくるスパイラル学んでいく。これが実は経験学習のサイクルと言われるものですね。で、こういう経験学習のサイクルを使ってワークショップをしていくのは、1990年代に非常に流行り始めました。なぜかっていうと、小さなグループ、小グループで学習をしていくことが、創造的、クリエイティブで、かつ、共に働くコラボレーティブな問題解決に役立つということが分かってきてからなんですね。で、自ら小グループで学んだことを覚えているんだ。なので、複雑な問題を解こうとして、それを創造的解決策を作るためには、こういうワークショップを使ったらいいよっていうのは、だいたい1990年代後半、盛り上がっています。ですので、こういう自然思考とかデザイン思考のワークショップを我々がやっているのも、この1990年代後半以降、伝統に沿ってやっているということですね。さて、これからデザイン思考に入ってみましょう。デザイン思考ってよく、難しいって言われるんですけど、簡単です。デザインってお絵描きのデザインじゃないんです。それもうちょっと広い概念で、日記に書く英字の未来予想図のように、ありたい未来を企画立案するっていう意味なんです。皆さん夢がありますよね。幸せになりたいですよね。それを未来に向けて、こういうことなんだねっていうことを実現していく。この立場が実はデザイン思考なんですよ。ですので、デザインっていうとどうもこう、なんか絵を描くようなイメージがあるんですけども、もちろんこう企画立案みたいな、硬い言葉の方が似合うかもしれない。で、学術的な定義さ、いろいろあるんですけども、まあ、ここ飛ばしましょう。こうやって覚えておくといいと思います。デザイン思考っていうのは、まあ、評論家ではなくて、社会の問題を実際に解決していく、問いを立てて思いを形で付加する力を出しないことっていうふうに覚えておくといいと思います。つまり、殻を破って、自分の思いを形にする。これはデザイン思考の根源的な定義です。まあ、そうは言ってもですね、学術的な定義は必要なので、もう一回お話をしておきますと、まあ、デザイン思考っていうのは、観察、発想、試作の3分ですから、あるイノベーティブの活動、しかもチームでプログラムを作る活動だと言われてまして、人間中心なアプローチだと言われてます。組織を共同的にするとも言われてまして、2つの色素ですね。集合、いわゆる文字の知恵と、競争、共に何か新しく何かを作ることっていう、この2つを使いながら、このデザイン思考をやっていきます。まあ、まとめて言うとですね、観察オブザベーションと発想アイディエーション、そして試作プロトタイピングという3つのプロセスをたどるのがデザイン思考です。で、オブザベーションというのはですね、何か強い仮説を持たずに、無意識の声を聞くというのがこのオブザベーションになります。で、発想アイディエーションの方はですね、ブレインストーミングなどを後でやっていただきますが、活用してチームが共に作ることによって、生み出せる集合値を重視していく。そして最後はプロトタイピング、試作ですね。これは改良するアイデアなんですけど、短時間に多くのアイデアを改良していくので、まあ、どっちかというと頭で考えるよりは手を動かしながら体で考えるという、これがプロトタイピングです。これも後でやっていただこうと思います。で、ちなみになんですけども、デザイン思考で本拠地、ホームグラウンドと言われているのは、アメリカ、スタンフォード大学の D スクールってあるんですが、D スクールでは5段階で教えてます、これを。でも、実は私3段階のしっくりきていて、まあ、どっちでもいいんですね。なぜかっていうと、スタンフォードのリースクールの5段階っていうのは、問題を共感して定義してアイデア出し、試作して検証するんですけど、これが一まとめになります。観察。そこがアイディエーション、アイデア出しになります。4個が一まとめでプロトタイプになるので、まあ、3つ目のことが5つ目も出てくるのは同じなんですけどね。むしろ、あれですね、皆さんが将来、スタンフォード大学のリースクールに行って笑われたりしたら、多分、これは5段階だ、と言われると思うんですけども、それはどうしたの？つなげてたんだね。一緒にしたんだねって思うときだけはいいと思います。で、もう一つ言っておきたいのはですね、
チームで仕事をする、こうやってチームでこう何かをすると、本当にいいことができるんですかっていう質問を受けるんですけど、できるんですよ。それはもう科学的論文になっていて、サイエンス2010年の10月29日号の論文で、集合値ってあるんだよって科学的に立証されています。で、その時に出たのは、チームで一緒に働く文字練習によって、知的なパフォーマンスが向上します。だから一人で考えるよりも、今日ご参加いただいた皆さんのように、3人とか4人で一緒に考えた方が、誰かいいアイデアになります。で、かつですね、それは今日お集まりいただいた皆様、すごく優秀な方々ばかりなんですけれども、参加者の知能に依存しないんです。だから、一緒に集まって何かを作ることに意味がある。で、もう一つはですね、これが日本の現状からするとショックなんですけども、そのチームの中に女性の数が多ければ多いほどアイデアの新規性、これに性能する。平たく言うと、そのチームの中に女性がいればいるほど新しいアイデアがバッと浮かぶってる。これはもう科学的に立証されています。もう一つはですね、ダイバーシティ、多様性の高いチームがいる。ブレイクスルーイノベーションという、一つの何兆円っていうすごいイノベーションを生み出す可能性が高いです。これはハーバードビジネススクールの2004年の論文から引っ張ってるグラフなんですけども、これ横軸にいろんなチーム、300ぐらいチームがあるんですけども、チーム多様性低いチームがこっちに。で、チーム多様性高いチームがこっちに。ですから、こっちのチームってですね、全員、日本人、白髪、男性、メガネ、60歳代、特殊者みたいな、そういう世界、全員が。もう、特殊者ばっかりなんです。で、こっち行くと、バラバラ。ジェンダーもバラバラ、考え方もバラバラ、エスニックグループもバラバラみたいな。で、この縦軸がイノベーションの価値。そのチームを生み出した、金銭価値ですね。イノベーションは。それをプロットしたのがこのイノベーションの価値。上行くと高いです。下行くと安い。低いなんですけども。これで行くとですね、一つも何兆円っていう、こういうやつなんですけど、注目していただきたいのは、平均、全員投資者みたいなチームの平均は大体取れるんですよね。で、もうだんだん多様性に富んだチームになっていくと、中には、ちょっと、みたいなのも出てきちゃうんですけども、一つの何兆円でバーンってすごい、いわゆる、ブレイクスイノベーションと言われるものは、多様性の高いチームから生まれる。今、ガマと言われる、Google とか Apple とかね、なんていうのはここなんですよ。なので、彼はすごいチームの多様性を確保したチームを作って仕事する。それと、日本の大体メーカーさんって、いっぱいあるんですけども、こっちじゃないですか。全員、都市者みたいな世界。そう、イノベーションってね、ブレイクスルーだと、生まれにくいんです。それは日本の事例もあって言われてます。さて、ということで、今回やりたいのは、まずアイデア出しです。ここですね。アイデア出し。こういう幸せになりたいみたいなアイデアをたくさん出しましょうっていう話なんですけど、アイデアの出し方には2つありまして、発散と収束2つの段階があります。発散っていうのは、アイデアできる限りたくさん出すってことですね。100個も200個も。で、収束っていうのはアイデアをまとめるとか選ぶとか。これ発散と収束を繰り返すことでイノベーションを。で、決して最初のアイデアで満足せずに、アイデア出しは何かを繰り返していくっていうのが、アイデアのためのことで、ためにはいいと言われています。さて、今日はですね、この発散技法の代表的な技法の中で、アメリカとブレイク、ストーミング、ヨーロッパだとブレインライティングなんですが、ブレインストーミング久しぶりにやってみると思います。リアルで集まった。なので、それをやろうかなと思ってまして、ブレインストーミングやってみましょうなんですけれども、その前ちょっと説明します。ちょっと気持ち悪い写真なんですけど、脳がつながって。ブレインストーミングってこれなんです。脳を無意識に接続していくこと。これは集合値ってやつなんですけども、脳をつなげて想像することでアイデアたくさん出そうねっていうのは、これブレインストーミングのやり方。で、一般論なんですけど、いいコメントと悪いコメントってありまして、ブレイストチームはコメント出しはしないんですけども、よくダメ出しされると、アイドリーが自信と出なくなるんです。なので、全員してバツバツダメだねってやると、アイディア出なくなります。なので、最近褒め方の知恵とか言われてて、〇〇がいいね、でもバツバツはダメだねって、半分ぐらい、褒めなさいみたいなこと言うんですけど、学校とかで。これも実はバツなんです。アイデアでない。ほんといいのは、これです。肯定プラス受けるんです。〇〇はいいね。で、バツバツを四角四角するもっといいね。これ否定してないじゃないですか。助言してるから。これをやるといい。で、何が言いたいかっていうと、これなんです。ブレインストーミングでアイデア出しをするコツは、ポジティブ原則。これ私が
学生さんたちと一緒にこう、ブレストしてる時の写真なんですけど、どんなアイディアが出ても、これです。いいね、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 いいねって褒めちぎります、お互い。このポジティブ原則がブレインストーミングのアイディアとしてコツなんですよ。で、もう一つはですね、質より量です。もう、くだらないアイディアが100個出た方が、いいアイディアが1個出るよりも全然いい。目方でどんどん。どんどんくだらないアイディアです。質より量です。ですので、枠にはまらない、スカイハイの思想、くだらないアイディアを取れるなって書いてますけども、めちゃめちゃくだらないアイディア、どんどん出してます。もう、限界ないです。で、もう一つはですね、ポストイットに、はっきりくっきり分かりやすく大きな字で書くっていうのはいいと思います。で、ブレストでは大きな声で読み上げるっていうのはいいと思います。よくあの、アイディア出しをブレストしてくださるときに、恥ずかしがってちっちゃな声で、この文字を、ちょこっと起こしているんですよ。これダメです。例えば、チャーシュー麺ってアイディアなんだとしたら、この、大きなこの文字の前、真ん中に貼るように、落ち着いて、チャーシュー麺と大きい字で書いて、ドン！チャーシュー麺って、大きな声で、ね、貼っていただくっていうのがいいと思います。そしてみんなが、カレーラーメンとか、いろいろ大きな人。それで繋げる。これはブレストのことですね。あと、こういうことをね、心配する人もいます。こんなこと言うと笑われるかな、こんなこと言うと人格疑われるかな、恥ずかしいかな、これもなし。全然恥ずかしくない。ここは心理的に安全だから。もう一つ、こういうことも言いますね。他の人が発表している間に自分の案を考える。じゃあ、一人で喋りすぎちゃう人とか、聞こえないでちっちゃな声で言っちゃう人とか、分かれても文句で会話しちゃう。これは罰です。で、みんなの脳を接続するっていうのがベストです。あとね、こういう無用さん系もいます。それってよくあるよね。それで前に何とか言ってたよ。あるいは、それ僕が発想した前に。それって手間が増えてないかとか。まあ、奉行さん系をしています。これも、罰。奉行さんいません。で、よくこういう話をしていると、一人でアイディアを出して、それを繋げた方が早くアイディア出るんじゃないですかって人もいます。それも実は実験してみたら、罰です。みんなで一緒にアイディア出していった方が数は出ます。ということで、いろんなことを言いましたけども、良いブレストというのは、実は幼稚園の頃のお砂場遊びと同じです。幼稚園のお砂場遊びで体験されました。ちっちゃい頃。楽しかったですよね。そう、私も楽しかったです。無心にいろんなみんなで集まってこう、やるのがブレストの楽しいところ、いいところなんですよ。ということで、実際にブレインストーミングを皆さんやっていただこうと思います。やり方はですね、テーブルの中央に大きな巨大版ポストイットが配ってありまして、それが文字起こしの感じなんですけど、それ貼れます。どこでも。そこは、それで、しかも立てられます。自分で立ちます。なので、それにですね、ポコポコと文字起こしにアイディアを書いて貼っていく。もし立てられ、立つのが嫌だっていうんだったら、横にホワイトボードが置いてあるので、それを使っていただいて、ペタッと貼っていただいて OK です。でもそれ、真ん中だと立ちづらいので、テーブルの上に置いていただいても結構です。別に立てる必要はないので、テーブルの真ん中を置いて、それでやっていただいても大丈夫だと思います。大丈夫ですね。あ、立ちました。あ、立ちましたね。はい。ね、皆さん立てられましたかね。大丈夫です。あ、まあ、そうです。テーブルの中に置いておきたいと思います。じゃあ皆さん申し上げますね。今日のブレインストーミングのテーマはこれでーす。よしわにあったらいいな。こんなウェルビー。これをテーマにしますので、こんな幸せあったらいいね。よしわにっていうのを、どん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 思いついてアイデアで発展してください。で、何が出ても、いいね、いいね、いいね、と言って、お待ちさえあげられながらアイデア出しをしていきます。じゃあ次進みましょう。次にやるのは、神話図法というものです。これ何かって言いますと、まあ、これが典型なんですけども、数多く出していただいたアイディアを、ある情報の意味の近さに基づいて、複数のグループにまとめるという手法。川北一条先生が編み出した掲示法に似てるとも言われてるんですが、まあ、少し違うんですよね。似たグループ、アイディアをグループに分けて、線でこう、それぞれのグループに名前を付けるという、こういう手法です。これ何のためにやるかって言いますと、発散してたくさん出していたアイディアを収束する。この技法が代表格で、神話図法、アフィニティダイアグラムというものです。で、なんで神話図を作るんでしょうかというのをちょっとご説明しますと、二
二つの目的があると言われます。一つ目はアコモデーション。二つ目がインサイト。皆さん、カタカナも申し訳ないんですけど、アコモデーションは何かというと、参加者間の合意形成です。これ、ピーター・チェックレアンドっていう、有名なソフトシステムのメソドロジーっていう教科書を書いた人なんですけども、彼が世界観や目的が違う参加者同士の合意形成のこと、まあ、そこに座れって言われたら座ったけどさ、本当はこの人全然知らないんだよね。でも、この仮説の2時間だったら、ここぐらいだったら合意できるかなって折り合える状態。これがアコモデーションです。だから神話図を使ってアコモデーション、折り合える状態を見出すっていうのは一つ目の目的です。もう一つはですね、出てきたアイデア全体を眺めてみる。ああ、こんなアイデア出たんだ。全体俯瞰してみる。でそこから気づきを得るというのが、このインサイトなんですね。まあ、ここら辺で説明してると分かりづらいので、具体的に例を挙げてご説明いたしましょう。まあ、例えばですね、これ、10年ぐらい前ですかね。慶応の日吉キャンパスで、女性の生き方、思想以外は思考ワークショップでやったことあるんですよ。で、その時いっぱいいっぱい、これから私たちの取り方をしたいですってアイデアが出てきたんです。で、それを神話図を使ってまとめてくださいって言って、こうやってこのグループにまとめてもらって、題名をつけてくださいとか言って、そのグループに題名をつけてくださったんですよ。そしたら、ここは死ぬまでバリバリと。ここは心のビタミン。いろいろアイデアをこうまとめてグループにして、面白い名前をつけてくださった。これは神話の方なんですけども、注目していただきたいのはここなんです。この中には、例えば、孫に大事にされるとか、自由とか、あとはその、旅するとか、世界を移動しますとか、世の中をつながるとか、いろいろ入ってるんですけども、皆さんがこう一つのグループにしてくださって、タイトルがつけてられまして、寂しがり屋な一面もあるよっていうのがタイトル。このグループ。これ何かっていうと、まあ私たちはね、多様な人たちが集まってるんだけれども、で多様なポストイットも集めたんだけど、実は寂しいっていう共通の感情があって、このアイデアが出たんだねって合意を形成したってことです。これアコモデーションです。でもう一つですね、今からちょうど10年ぐらい前ですかね、東日本大震災の直後に石巻で復興ワークショップってやったことがありますよ。その時に、どうやったら復興しますかっていうのをいっぱいいっぱいアイデア出してくださったんですよ。で、それを、アイディアを神話でまとめました。で、いっぱいいろんなアイディアが出て、それを神話でまとめると、いろんなタイトルがつきました。例えば、繋がりたくない人同士を繋がらせる機能。それから、受け入れたくないものを受け入れる機能。それから、しがらみを水に流す機能。で、いっぱい出たんですけど、このグループのまとめ方から分かった気づきは、これです。実は、丸々したくないっていうのを、我々したくなるに変えるってことを支援するのが必要だよねっていう機能にみんな気づいた。これがインサイトの例です。ちょっと難しかったので、もうちょっと簡単な例で説明しましょう。これ皆さん、今やっていただいたレストと同じです。好きな食べ物レストって例えばやったとするじゃないですか。好きな食べ物をたくさん出してください。それたくさんね、好きな食べ物レストが出るじゃないですか。例えば、そうめんとか、シフォンケーキとか、麦茶とか、スイカとか、スズメとか、牛肉とか、マンとか出ますよね。ありがとうございました。気づいていただきました。まあ、じゃあ全国でワークショップでして歩いてるんですけど、このスズメに反応していただけるかで、地域差が出ます。東京から東の北の方は、またこれスルーだな。で、典型的に言うと大阪から西は大受けされます。ありがとうございます。広島はやはり西日本にあるということが確認されました。ありがとうございます。これわざと入れてるんですよ。そう書いてるから。この間どこだったんですか、ね、どっか北日本のどっかで、ね、完全に場が凍ったことあります、ね。もうカチンってどうしようかと思って。まあ、それはどうだろうな。はい。これからですね、どういう神話を作るかって、例えば普通な分け方で神話を作ると、こうなります。まあ、シフォンケーキと牛乳会社のおやつ、そうめんは一つだけ麺とか、あとはまあ、麦茶、抹茶、牛乳、紅茶、飲み物とか、まあ、こういうグループのチームにしますね。これは普通な分け方のチームです。と、他のグループは全く違うチームを作ったんですよ。それはこれです。これどういう神話のグループ分けだと思われますか？ここで一丸。ここで一丸。ここで一丸。何でしょう？どういうグループでしますか？わかりますか？一番、あ、上はお酒飲みたい。真ん中はお茶したい。はいはい、夏。夏があれです。
素晴らしい。すごい合ってます。ありがとう。これそうなんです。これなんですよ。食べられる場所も新鮮。こういう場所でこれ食べたい。夏とか、おばあちゃんと食べてる、酒飲んで食べてる。ちょっとまた強い感じです。ありがとうございます。すごい、さすが。素晴らしい。ありがとうございます。そうなんですよ。地元の居酒屋で食べられそう。で、ここが、近所のカフェで食べられそう。で、ここが、おばあちゃんのお店で食べられそう。で、これで何がわかるかと言いますと、ここには、おしゃれなレストランで食べられそうっていうグループがないんです。ということは、この新ワードを作ったチームっていうのは、おしゃれなレストランに行くよりも、身近なスポットで好きなものを食べるタイプの人がいるんだなっていうことをわかります。そうすると、さらに進んでいくと、今は出てない身近に感じる食事をする場所とは他にどこがあるだろうって、もう一回ブレストに戻るわけですね。そういうふうにしてアイディアを発する。さて、皆さんにやっていただきたいなんていうのはこれです。実際に新ワードを作ってみましょう。皆さん、広島やったらいいな、このウェルビーイングでたくさんアイディア出していただいたじゃないですか。それを新ワードにまとめていただけますか。まあ、例えばこれ福島で復興ワークショップをやった時の新ワードなんですけど、まあ、このアイディアの塊で一つのこと。このアイディアでのみ、もう一つのこと。例えば、4つか5つか6つか7つかグループに分けていただいて、周りを鮮明に囲って、できるだけユニークな名前をそのグループにつけていただくと嬉しいです。例えば、ここだったら絆づくりとか、あとここだったら、文武両道のイベントとか、ここだったらあったらいいじゃん。あと、ワクワクがワークライフバランスのイベントを作ったら、また、あ、いろいろそういう、新ワードを作って、グループ分けして、タイトルを書くといいです。ここまでやって、休憩に入っていただく。もう1時間以上経っているので、タスクを申し上げますと、15分差し上げます。で、間に5分必ず休憩を取ってください。で、新ワードができた状態で後半始めますので、新ワードの完成と休憩5分というのは、両方やりながら、作っていってください。という、はい、ありがとうございます。では次進みましょう。次はシステム思考に行きましょう。で、システム思考って何かというとですね、実は簡単なんですよ、システム思考って。いろいろね、説教みたいにこう書いてあるんですけど、ここ飛ばしましょう。もうシステム思考ってね、すごく簡単に説明できるんですよ。これです。システム思考って、こう、つまり、一つ一つ要素を奏でることも、全体を作るチームを作ること、木を見て森も見る力を養うことなんです。で、こう、木を見て森も見ずっていう、細かいことばっかり気にして全体見えないねっていうのが、ことわざとしてありますけれども、その反対ですね。全体も見えるし。細かい分析もできる。これがシステム思考で。学問的な定義はいろいろあるんですけども、システム思考の大事なところはこれなんですよ。世の中は全て繋がっている因果の連鎖でって考えます。上層階には繋がりがあるはずだから、見つけ出そう。あるいは繋がりを作り出せるはずだよっていう立場がシステム思考。みんな繋がってるんだよ、今。っていうのもその思考ですね。ですので、狭い意味のシステム思考ってね、この因果ループ図、因果関係ループ図っていうのを書くことによる分析だっていうふうに定義する。これですよね。広い意味のシステム思考っていうのは、木を見て森も見ること、全体俯瞰、全体像として構造を理解できますし、構成要素のつながり、構成の要素の構造の緻密な詳細な理解もできるよって、二つのことが一緒にできるっていうのはシステム思考の立場です。まあ、最近ですね、システムダイナミックスとか社会システムの分野で、こういうその物事のつながりを意識してシステム思考をすると流行っています。これを個人の心の中に応用すると、いわゆる有理論、ホットシャーマンがやって、心の中に潜り込んでつながりをつけ出そうっていう、そういう理論にも使われたりしています。じゃあ、出現する未来なんていう本がありますけど、これも実はシステム思考の本なんですよね。で、重要なのは因果ループ図を書くことなんです。これはイングループ何かって言いますと、二つの重要概念がありまして、一つはループ、もう一つがレバレッジポイント。ループというのは、要するにぐるぐる回りの関係。風が吹けば桶が儲かるじゃないけれども、風が吹いたら何とかなって何かなってこう繋がっていく原因と結果、その繋がりを書き出すこと、これをループ。このぐるぐる回りの関係を見出すことをループと言っています。まあ、いろんな形のループがあるんですが、まあ、ここでは飛ばしましょう。もう一つのレバレッジポイントって何かって言いますと、これはレバレッジというのは、空手この、テコの点ですよね。つまり、問題解決の鍵となるテコ入れ、レバレッジのポイントというのは、レバレッジポイントと言います。わかりづらいので、これで説明しましょう。これ、典型的な私が体験しているループですね。これ、ループなんですよ。夜遅くまで仕事します。そしたら、
生産性が上がりますよね。生産性が下がるとミスが多くなる。そうするとミスが多いのでクライアントに怒られます。で怒られるとますますやり直しが増えます。増えていくとますます夜遅くで仕事をするときくるくるくる悪循環になる。これを名付けて夜中にトホホル。でもこれね、こういう悪循環のループは止められてあるんです。これはレバレッジポイントなんですけども、この3つの要素の中でどこがレバレッジポイントだと思いますか？どこに介入すればこの悪循環、この悪いループは止められるでしょうか？では誰か。これですか？素晴らしい。それはどうしてそこがレバレッジポイントだと思われたんですか？自分にできることがそこしかないから。すごーい、大正解。そのとおりなんです。これと他は全部自分ではコントロールできないようなんですよ。ありがとうございます。生産性とかミスの数とかクライアントの知見とかあとやり直しの時間なんていうのは自分でコントロールできないんですよ。でもここだけ何時まで仕事するかっていうのは自分でコントロールできるんですよ。だからここに介入することでも悪いループを止められる。まあ、このように、自分たちで介入できるところ、あるいはループが、枠がたくさん集まっているところ、それが典型的なシステム思考でのレバレッジポイントになります。まあ、プロになるとこういうループを書いたりするんですけど、まあ、ここまで今日書きませんので、ご安心ください。まあ、論文に載ったのはこういうループですよって話ですね。さてさて、今度やってみたいのは、まさにこれを書きたいんですね。さっきの、福島のワークショップで新ワードを作ったんですけれども、そのグループとグループの間に因果関係の矢印を引いていただきたいんです。例えば、ここにワクワクワークライフバランスというグループがありますね、新ワード。そしたらワクワクワークライフバランスが実現すれば、絆作りが深まる。で、絆作りが深まれば、ますますワークライフバランスが保てる。ということで、こっちに因果の矢印、あっちに因果の矢印、ここループになりますね、これ。これがいい方のグループなんですけど、あるいは、あったらいいねっていろんなの、催し物があって、それが実現したらワークライフバランスがますます高まりますけど、こっちは原因で結果。できるだけクリエイティブに、このグループにまとめていただいた、その要素間の関係で、ここ、矢印が引けるね、原因と結果、原因と結果、できる矢印を引いていただきたいんですね。でそこで、ループが見つかったら、そのループの中の、ここが介入できる点、ここはループが詰まっている点、わかりますので、そこはレバレッジポイントになっている。ということで、インナループの作り方いろいろ書いてありますけれども、あとこれご覧ください。これは、後で見れますので、さて、練習の4番目としては、因果ループ図を書きましょうというのが練習になります。まず、先ほど新和図法でまとめたグループの間を矢印でできるだけ繋いでいきます。原因と結果的に。それで、こう、ぐるぐる回る関係、このループが見つかったら、まあ、できればループに名前つければいいんですよ。今日は忙しいし、めんどくさいと思ったら、省いて結構です。ポイントは、レバレッジポイント、ここを押さえたら問題解決の先になると考えられる要素、多くのループが集まるところ、あるいは自分の関係的なところを見つけるという作業が大事です。この福島のワークショップのグループは、この絆作りっていうところは、ループの中にある。しかも自分たちで関係できる点だったので、ここを、レバレッジポイントにしました。なので、ここから先の作業はですね、皆さんが作っていただいた新ワードに、因果の矢印できるだけ書いていただいて、ループをたくさん作ってみてください。そして、ループが作れたら、ここが介入するという問題解決になるよね、ここがたくさんループが集まってるよね、という点を決めてください。それがレバレッジポイントになります。じゃあ、そこまでの作業をやっていきたいと思います。何かご質問ありますか？いいですか？回ってますので、なんか、わからなかったら、聞いてください。あの時計で今、7時58分なので、8時10分。さて、今日最後の、そのタスクになります。これはですね、プロトタイピングと参りましょう。プロトタイピングと何かと言いますと、今、どうして、こうやったのかな？よし、よし。もう一回やりましょうね。よしよし。あ、これ言いましたね。時々コールという恐ろしいドライブでございますけれども、システムデザインを形にするってやつなんです。これ何かって言いますと、
プロトタイピング、頭でなく手で考える手法です。プロトタイピングを作るのは、アイディアを可視化して具体的な形にするという手法ですね。それで3つ意義があります。1つは、作ることでアイディアを実感しよく作る。2つ目に、みんなチームメンバーの間で共感を得る。このアイディアいいねと共感を得ます。で、最終的に、製品やソリューションを検証します。これ、有形でも無形でも構いません。で、いろんなプロトタイピングの作り方があります。ポイントは、これですね。アイディア出しをした後、何か形のあるものを作ってみて、評価と検証、共有、共感、再発のためにこれやるんです。なので、あんまり作り込まなくていいんです。プロトタイピングラピトリーって言ってまして、もう、適当なフォーマット作って、で、何度も何度も作り出すんですよ。で、なぜかっていうと、誰に何かを感じてもらいたいのか、どのように表現するかっていう作業で、あんまりこうガーって作ることできないんですね。なので、この簡素ラフな仕上がりが肝心というふうに言われています。で、この辺も、あれなので、ちょっと後で見ていただくことにしますけれども、例えばということで、プロトタイピング実際の例をお見せすると、高齢者に優しい、その、こう、人工知能機能とか、あとは、暗闇でも見えやすい、服とか、ピカピカ光るやつとか、これは100円ショップで、実際に大学の学生が買ってきて、LED ライトをつけたりして、プロトタイプを作っているものすごい安上がりなんです。でも、こう見たら共感できますよね。あ、これ面白い、これダメなんで。そういう感情を引き出すための、試作品ではプロトタイプになります。まあ、例えば、これ、我々の、10年くらい前ですかね。ゼミで、沼駒町、地名指導者になったと言いまして、どうやったら沼駒町と一緒と、こう、交通が便利な地域活性化ができますかねみたいな、こう。これもチャッチーズ、ジオラマで作ってるじゃないですか。その時は、ここケーブルカー通せるぐらいみたいな話になったんですけど、まあ、それをちょっと試作してみましたとか、あとはこれは福島の復興政策のイメージをどうしましょうかみたいなプロタイプにしたときに、森の中で子供たちが遊ぶような、こういう保育園を作ったらいいねっていうのを、これをプロタイプにしているのはこれです。なんとこういうふうにして作っています。あとは、これはですね、子供にとってどういう街に、どういう街の見え方してるかなっていうのを感じるために作ったプロトタイプです。これ、例えば机の上に画用紙で街描いて、ビル描いて、で、道路はポストイットだし、家はレゴだし、これ、チャッチーじゃないですか。でも、これ、すごくいいのは、これ、机の上で作ってあるんで、机の下に潜り込んで、こうやって街に出るんですよね。で、子供って、背が低いから、こう、巨大に見えるんです。それを、大人の立場だと、子供に置き換えてみて、ああ、子供の姿勢って、こんなに街が見えるんだって、体験するための部分。だから、全然作り込んでないんだけど、机の下に潜り込んで、子供の視点で街を見れるということに意味があるんですね、これ。まあそんな風にして作っていきますと、この共感プロタイピングって言うんですけど、デザイン思考で用いられるのは共感を得るための試作品。これはプロタイピングと言います。ということで、今日やりたいのは共感のための即興ってやつですね。スキッと即興で来てるんです。まあ即興ですね。社会説法ですけども、自発的にこういうことに結ぶ直感で、まあ組織的な実践活動とされていまして、まあ、いわゆる、始まるバカ力だって言われるんですけども、問題解決とかチャンスの獲得、時間的プレッシャーがガーッとかかるときに、この即興が使われます。即興はすごくいいんです。なぜかというと、想像とかイノベーションに好影響を与えることができて、計画されたセレンディティと言われることさえあります。従いまして、今からやりたいのは、ストーリーテリングの手法、物語を語るという手法を使って、このプロタイピングをやってみたいと思います。そもそもなんですけど、ストーリーテリングは何かっていうと、物語を誰かに話すことで何かの目的を達成する、それを集団のメンバーと共有するという手法です。まあ、語ることが社会を変える力になるという、そういう考えです。で、この即興演じるなんですけども、今日やってみたいのは、1970年代から開発されたプレイバックシアターというやつですね。これは私、絶対会見があるんですけど、ジョナサン・フォックスとジョー・サラスが正規ライジェストで開発して、これは筋書きがない劇なんですよ。劇場行って幕が開くと、役者さんが5人が幕を立てるだけなんです。で、お客さんから、さあ、あなたもストーリーを話したってくださいって言って、そのストーリーを話してもらったら、そのまま役者さんが演じるっていう、そういうやつなんです。で、今回のお題はですね、
因果ループ図で特定したレバレッジポイントを説明する3分間のストーリーを作ります。で、そのストーリーをチーム全員のスキットで演じてみせます。というのは最後のプロファイルになります。さて、ハードルが上がりましたね。楽しみですね。で、こういう作り方です。これ皆さん作っていただいた神話図、ループ図、それからレバレッジポイント同じです。これ福島のワークショップでやるんですよ。これが一つの神話のグループだと思ってください。このグループ、このループが入ってて、ここ、ジャジーがウィンガーが入ってて、で、ここの絆作りというグループとワクワクワークライフバランスというグループに、これ、ループがあったんですね、このグループ。で、ここを絆でワクワクループって名付けまして、このグループはここ、絆作りというのがレバレッジポイントだというふうに特定をしました。で、この絆作りというグループの中には、ポストイットとして、アイデアがこうなんです。森の保育園の遊びは絆、仕事の生活、サポートの仕方、これが入っています。これをつなげてストーリーを作っていただいて、即興劇で演じる、皆さんに共感を引き出せるようにっていうのが、このプロジェクトの今日の課題です。例えばですね、これですね、ストーリー。森の奥に、深くにある保育園、子供たちが木と綱のブランコで遊ぶ、仕事帰りに迎えに来る親たち、夕方のブランコの親子、ワークライフバランスが取れた福島のユリアル、まあ、こういうストーリーを演じてみせます。ね。